はい、おっちゃんです。どうも、おっちゃんです。PS2 版テイルズオブデスティニーで今日も遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、前回なんか決闘を申し込まれて闘技場に行かなきゃいけないところでしたね。こうなったら後には引けない。コングマンのいる闘技場へ向かおう。コングマンね。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だったな。そう、コングマンとの対決。町の大通りを北に行ったところ。あ、ここですね。そうそう、一回来たね。ここね。お？お、マッスルな人が。俺はあのコングマンと今まで3回も戦っている。3回ともボロ負けした。へえ、コングマン強いんだ。お前も挑戦者か。うん、一生は拾ったな。もう新規の方の受付はしていません。マイティーマイティー、すごい歓声ですね。どうやらあのコングマン相当な人気者みたいね。コングマンはノイシュタットの英雄よ。ここ数年負け知らずの強さだわ。数年間負け知らず。決闘なんておよしなさい。意味のない争いはやめるべきよ。ここまで来たら後には引けませんよ。うん、引けない。やるからには負けは許されんぞ。いいなさ。チタンもリムロスもすっかり熱くなっとるな。うん、リムロスが熱くなってるのは予想外だね。要は似た者同士ってことでしょ。時間みたいね。それじゃあ私たちは観客席に移動するわ。お、観客席。スタンさん、くれぐれもご無理をなさらず。うんよし、行くぞ。お、頑張れ。セーブとかないの？あ、誰か怪我人が。隣のベッドが空いてるから安心して負けてこいよ。あ、安心して負けてこれるんですね。うん、よし、行くぞ。よし、行くぞ。さあ、挑戦者の入場だ。コングマンめ。マリーさん、また何か食べてる。覚悟はできているな。勝負はやってみなくちゃわからないさ。おう、フィリアさん、見ていてください。勝利の栄光をあなたに捧げます。それではただいまより本日の特別試合を行います。おう、特別試合。チャンピオンコールマン VS ミスタートンガリ頭。ミスターとんがり頭。向こう素手なのにこっち剣使うの。おお。おお。負けるわけにはいかないぜ。おっと、バングラスが起きた。勝ったのは挑戦者だ。こんなバカな。バカな、てかこっち武器使ってるけどいいの。どうだ、思い知ったか。もうフィリアにつきまとうなよ。それといい試合だったよ。ありがとう。おめえ、なんて爽やかなやつなんだ。なんて爽やかなやつなんだ。おっと、二人の間に友情が芽生えたか。なんと暑苦しくも感動的な光景だ。こんなところで何をやっている。
リオン？もう試合は終わったよ。遊んでいる場合か。町がモンスターに襲われているぞ。何？なんだって？くそ。一体何が起こってやがる。我らも急いでここを出るぞ。はい。町がモンスターに襲われている。そいつは大変だ。町にモンスターが、どういうことだ。おお。あ、石にされてる。石化するやつか。これは。このモンスターども。もしやグレバムに操られているのでは。その可能性は高いの。普通モンスターは組織だって人間の町を襲ったりしないものじゃ。みんな闘技場へ避難するのよ。あそこなら安全だわ。闘技場へ避難。あなたたちお願い、町の人たちを誘導して。助けて、助けてちょうだい。どきなさいよ、貧乏人のくせに邪魔よ。命の重さに貧富の差はないわ。凄ましい考えはおよしなさい。もう申し訳ありません。大変だ、誰かが闘技場のモンスターを解き放ったぞ。なんですって。なんですって。まずい、俺たちも戻ろう。おお、イエルさん、おのれ、楽勝だったな。お、なんかマスターした。誰がマスターしか見れない。大丈夫ですか。大丈夫ですか。思いっきりつつかれたけど。ちょっとドジ踏んじゃったな。大丈夫、大した怪我じゃないわ。あ、本当に？もう大丈夫、安心してね。お姉ちゃん。イレーヌ、この騒ぎはどういうことだ。港の沖合に正体不明の武装船団が現れたの。おそらく武装船団、そいつらの仕業ね。武装船団だと。グレバムが率いているのか。船団で率いているのか。このまま放ってはおけない。イレーヌ、オベロン社の船を貸せ。港へ向かってちょうだい。私の名前を出せば話が通るから。ありがとうございます。お願い、くれぐれも気をつけてね。なるほど、船で船団で移動してたのね。こっちって何あるんだろう。これは何やってんの。ここは何の研究所？モンスターの研究をしてる。あ、誰かなんか覚えたね。誰だっけ。ポイズンはまだだね。あ、これか。39、32、
サポート切り替え。並べ替え。こうだね。船はどこにあったっけ。船を出せ。沖合の武装船団を叩く。待ちな。俺様も一緒に行くぜ。コングマン。コングマン。自分たちの町は自分たちで守らねえとな。イレーヌだって頑張ってるんだ。俺様も負けちゃいられねえ。おお。分かった。一緒に戦おう。一緒に戦おう。準備ができ次第声をかけてください。出撃します。コングマンのパーティーに加わった。コングマンどうする？コングマン入れる？どこに入れる？コングマンって強いの？28のコングマン。チャンピオン。マリーの代わりに入れてみようか。コングマン入れてみよう。体力高いね。よし。コングマンの装備は？アイアンプレート、スチールプレート。チャンピオンベルトね。よし、準備 OK。 敵型の船はかなりの数です。港を出たらすぐ襲ってきますよ。来るなら来い。俺様は全部ちぎり捨ててやるぜ。おお。狙うのは機関だけだ。しらみつぶしをしている余裕はない。そうだな、急いで蹴りをつけないと。一番立派な船に横付けしてください。ちょっと揺れますけど我慢してくださいね。おお、機関に横付けって相当な命がけ。相当な。え、これ突破できるの？ここ弾幕を突破できるの？早い早い。了解、開始します。無限に注意しろ。二隻いる。任せてください。前方にでかい船がいるぞ。あれが機関だ、間違いねえ。おお。海賊船。よし、乗り込もう。もたもたしていた造園が来る。目指すは敵将叩き取りだ。待ってろ、グレバム。でも海賊船だよ。海賊の旗立ってるよ。でしょ。待ってくれ、俺は海賊じゃない。あの野郎に脅されてこんな格好をしているだけなんだ。本当なんだ、信じてくれ、頼むよ。ちょっとあんた俺のコレクション売ってやるよ。これを見ればあんたも味方だって分かってもらえるさ。
アイテムを売ってくれるんだね。あ、補充もしてくれる。海賊の本家に神殿の敵もいるね。神殿の敵もいたね。やっぱりやつが絡んでるのか。さすがチャンピオン。そう。ポイズンとアタック。敵がいたんだ。レベルは上げたいから。ぶっ飛ばしてやるぜ。うりゃぶっ飛ばしてやるぜ。にしてくる敵が出始めるんだね。おりゃおう、イケコングマン。ルーティーとフィリス。54か。50。22か。20。宝らしきものは。ホワイトグローブ。お、防御力プラス3。
こ下に行けるんだ。へえ。おお。ケイリー、おりゃおりゃ、負けるわけにはいかないぜ。おりゃ、しないとこの上腕二頭筋に近い。上腕二頭筋に近い。ゲインマテリアル、おお、敵を倒した時にヒットポイントが回復する、いいね。防御力がある、レンズが不足してる、レンズが不足してるよ。やばいね、しょぼい方のレンズの入手が減ったね。結果は変わらん。そう、何度やってもだ。しょぼい方のレンズが欲しいんだけど。力こそパワーだ。ここホワイトグローブあったところだよね。戻ってきたんだね。ここは何もない感じ。
いけい。いや。見よう。この筋肉。フードは大丈夫かな。フードは大丈夫？ここ武器庫みたいだ。剣がいっぱい置いてあるんだけど。ここが行き止まりか。お宝は。ほら筋肉を食らえ。負けるわけにはいかないぜ。敵に再起するんだね。無限湧きか。もう悪さしないとこの上腕二頭筋に近い。フードは足りるかな。もう二度と会うこともない。あ、宝だ。行き止まりか。こっから下かなっていうことは。硬いぞこいつ。この筋肉。あ、レンジ100溜まった。敵を倒したときに一文字でも回復するやつ、これつけてやろう。こっちは何もなしか。
おら。しないとこの上腕二頭筋に近い。上腕二頭筋に近いリオン。リオンが、おっとっと、装備だ。ここは 26% か。ということはアタックに回そうか。おお、ここがあったね。ああ違うか。どこにいるんだ。待ってろグレバム。増援が来る前に蹴りをつけるぞ。行け。愚かな奴らだ。結果帽子つけときたいね。もう二度と会うこともないだろ。石化によくなるね。これマリー入れとこうか。あ、マリーもストーン入ってない。あ、マリーはこれで石化防止してるね。コングマンはトレに回そうか。どこにいるんだ。ちょっとフードがなくなっちゃうよ。そのまま酔い続けると。フードがなくなっちゃうよ。フードがなくなっちゃうよ。よいしょ。試合
るとでも思ったのか。勝てるとでも思ったのか。スタン。相手に使おうか。ポイズンやっと覚えたのね。ここは57だから、アタックから取っていこうか。ちょうど今アタック欲しいから。ここ セーブだ。特にお宝はないね。うれい、おめえが親玉か。おめえが親玉か。バティスタ、こいつか。フィリアか。こいつがフィリアの話してたグレバムの側近。お前が追ってくるとはな。ずっと石像になっていればよかったもの。バティスタ、答えて。グレバムはどこなの？グレバムはどこなの？さあな。お前が勝ったら教えてやるよ。うわ、ムカつく野郎だ。おー、なかなか強いぞ。あ、仲間呼びやがった。負けるわけにはいかないぜ。抜かったわ。さあ教えて、グレバムはどこなの？知らねえな。そんな、約束が違うわ。約束も違うよ。お前は相変わらずアマちゃんだな。約束ってのは破るためにあるんだよ。おい、陸に戻ってゆっくり尋問してやる。覚悟するんだな。グレバムの居場所、武装船団の正体、聞きたいことはたくさんある。バティスタ、よし、凱旋だ。町へ戻るとしようぜ。おお、町へ戻るとしようぜ。みんな出迎え、ご苦労。チャンピオンのコングマン様が悪を倒して戻ってきたぜ。おお、
マイティー、マイティー。頑張ったのはコングだけじゃないんだけどね。まあいいよいいよ。イレーヌさん、さっさとイレーヌの屋敷へ戻るぞ。こんなうるさい場所はごめんだ。俺、用事を思い出した。先に行ってるよ。お、どうした？スタンのやつ、イレーヌがよほど気になるみたいね。年上の女性が好みなんでしょうか。フィリア、もしかしてがっかりしてる？まさか、違います。ありえません。論外です。まさか。そんな全力で否定しなくても。それにしても、あの船何だったんだろうな。何の話？あんたたちが沖で戦ってた頃、武装船団の船が一隻こっちへ来たんだよ。うん。すぐにまた出て行ったけどな。あれ一体何だったんだろうな。船？船？イレーヌさん。スタン君、どうしてここへ？イレーヌさんの様子が気になって。私のこと心配してくれるの？ありがとう。桜はいいわね。何の悩みもなさそうで。何か気になることでもあるんですか？気になるというか、もしかして町が襲われたこと自分の責任だと思ってるとか？そこまで思い詰めてはいないけど、負傷者の救護とか人々の避難とかもっとうまくできたかなって。イレーヌさん、自分が怪我するほど頑張ってたのに。私には町に対する責任があるからね。ねえスタン君、どうしてこの世から争いがなくならないのかしら。ああ、難しい問題ですね。武装船団のことだけじゃないのよ。人と人の対立は町の中にもあるわ。それはまあ、私は誰も憎しみ合うことなくみんなが笑い合える場所を作りたい。そんなの世間知らずな小娘の虚しい理想論に過ぎないのかしらね。結局そうですよね。悪い奴がいるからね。いいじゃないですか。理想がなくちゃ何も始まりません。自分の目指すものがはっきりしているイレーヌさんは立派だと思いますよ。人間から欲望っていう感情を取り払わない限り無理だろうね。スタークには何か理想はある？俺、セインガルドの兵士になりたくて故郷の村を出てきたんですけど。あ、それは理想とは違うな。理想っていうからには、家族を幸せにしたいかな。そうだ、兵士になりたいのも突き詰めるときっとそういうことだ。イレーヌさんのおかげで分かりました。ありがとうございます。不思議ね、スタン君と話してたらなんだか元気が出てきたわ。それは良かったです。家族を幸せにしたいか。私たちの理想って案外似ているのかもね。だったら競争しませんか？どっちが先に理想を実現するか。いいわ、受けて立ちましょう。私に勝とうなんて10年早いわよ。俺だって負けませんよ。そろそろ戻りましょうか。私の家へ行くんでしょ？あ、はい。ただいま。バティスタはどうなった？2階の一室でリオンが尋問中。
尋問？想像するだけで恐ろしい。強情なやつめ、さっさと知っていることを吐け。け、知らねえな。このリオンさん、これ以上は。リオン、お前何やってんだ。ただの尋問だ。ただのってバティスタ傷だらけじゃないか。必要だからやったまでだ。てバティスタ、お願いです。グレバムの居場所を教えてください。クズのフィリアが俺に指し図か。偉くなったもんだな。だがそうだな、昔のよしみで一つだけいいことを話してやるよ。俺たちがここまで来たのは何も町をぶっ壊すだけが目的じゃねえ。そういえば武装船団の船が一隻どうとかって。まさかその船にグレバムが。東大元暮らしってな、今頃気づいても後の祭りだ。マリー、お前につけたティアラをバティスタに回す。外すのか。マリーさん、嫌なんですか。可愛かったのに。可愛かったのに。無理人は可哀想だから、私のにしたら。あっそう、信用できないってわけ。俺に女の真似をする趣味はないぜ。これを受けた後でまだ減らず口を叩いていられるか。まだまだ。リオン、あまり無茶はするなよ。今日はここまでにする。続きは明日だ。バティスタ、どうしてこんなことを。バティスタ、朝食を持ってきたわ。あら、扉が。バティスタ。バティスタがいなくなっただって。はい、私が来たら扉が開いていて。外から鍵がかかってたのに、どうやって。どうやって抜け出したんだ。誰かが手引きしたとしか考えられん。リオン、大変だ。バティスタに逃げられた。やったのは僕だ。なんだって。あ、発信機がついてるもんね。夜中にこっそり扉の鍵を開けておいた。さてはヤツめを泳がせて行き先を探るつもりじゃな。そのためのティアラだ。そうか、発信機がついてるんだっけ。それでバティスタはどこへ。アクアベイルへ向かったですって。アクアベイル。進んでいる方向から見て間違いないだろ。なるほどなるほど。輸送船が一隻盗まれたって報告があったけど、バティスタの仕業だったのね。すぐに後を追う。僕たちが乗る船を調達してくれ。待って、向こうは敵国みたいなものよ。港には入れないわ。敵国？そうなのか。ええ、味方によっては。近くまで行ってくれるだけでいい。あとは自分たちで何とかする。分かったわ。あなたたちには全面的に協力するよう言われてるしね。準備ができたら港まで来てちょうだい。はい。おお、何やら今度は大変なところに行く感じ。敵国に行く感じ。ちょっとマッスルにお世話になったから挨拶に行きたいけど、まあいいか。おお、マッスルいた。近くまで行ったら積んであるボートに乗り換えてね。世話になったな、イレール。お世話になりました。コングマン、行ってしまわれるのだ。
ですね。町の復興の手伝いさえなければ俺様も一緒についていくのに。いいんですよ、コングマンさんはこの町に必要な方なんですから。うん、キリアさんはなんとお優しい。感激だ。都合よく解釈してくれてよかったわね。スタン、俺様の代わりにフィリアさんをしっかりお守りしろよ。あお、フィリアさんにもしものことがあったらおめえをぶっ殺す。心配しなくても大丈夫さ、任せとけって。任せとけって。俺たちは行きます。本当にありがとうございました。スタン君、例の勝負忘れちゃダメよ。忘れませんよ。どっちが先に理想を実現するかですね。次に会う時までに結果が出てるといいわね。理想ね、うん、簡単に口に出すようなことかしら。ルーティン？なんでもない。それじゃあお元気で。お元気で。さあ追いかけっこ、なかなか大変ですね。あっち行ったりこっち行ったり。これから行くアクアベイルってどんな国なんだ？実はアクアベイルというのは単一国家の名前ではありません。シデン、モリュー、統計からなる連合公国の総称です。連合公国。国土はいくつもの島からなり船で行き来するそうです。イレーヌさんが敵国みたいなものって言ってたけど、あそこは鎖国体制を敷いていて他国とほとんど交流がないんです。鎖国してるんだ。特にセインガルドとは仲が悪いとか、それを受けての発言でしょう。風の噂じゃアクアベールには強力な海軍があるそうね。案外武装船団とつながってたりして。それはどうでしょうか。どうしたアリオン。考え事したくなった。甲板にいる。絶対船酔いでしょ、うん、やっぱり。坊ちゃん大丈夫ですか。実は乗り物酔いしやすいだなんて意外な弱点ですよね。いいかシャル、このことは絶対あいつらに言うな。そりゃ言いませんけど。おいリオン。あ、顔色が良くないな。大丈夫か。何の用だ。用ってほどでもないけどさ、たまには男だけで話でもしないか。僕はお前と話すことなどない。話すことなどない。おい聞こえなかったのか。もう船酔いでそれどころじゃないんだ。イレーヌさんっていいよな。スタン、お前。誰も憎しみ合うことなくみんなが笑い合える場所を作りたい。そんな風に言い切れるのってすごいよな。それに優しいし綺麗だし。ナリオン、お前好きな人いるか。バカなことを聞くな。おお、いないのか。まさかの恋バナですか。お前には関係ないだろう。そもそも僕の場合そういうのじゃ。ふと気づくとイレーヌさんのことをぼーっと考えたりしてるんだよな。これってもしかして恋なのかな。お二人とも楽しそうですね。何のお話ですか。男同士の内緒話。そうだよなリオン。お前が一人で勝手に喋っていただけだろ。あれそうだっけ。スタンさんとリオンさん仲がいいんですね。まあね。冗談はやめろ。お前と僕がいつ仲良くなった。照れなくてもいいだろ。誰が照れている。僕は
お前のようにズーズーしくて能天気で慣れ慣れしいやつが大嫌いだ。いや、久々に聞いた。どうした？私がいたら水を差すかなって。ほら、すぐ皮肉っぽいこと言うし。そうか、ならば私はルーティンのそばにいよう。気を使わなくたっていいのに。ルーティンはルーティンを好きにすればいい。ありがとう。岸が見えてきたぞ。試練寮の沿岸です。近づけるのはこの辺が限界です。よし、ボートに乗り換えて試練寮に上陸だ。おお。密入国ですね。おお、陸地に着いた。とりあえず整備入れておきましょう。とりあえず目の前の町に入ってみましょうか。自然寮か。建物の形が変わってるな。さて、いつものようにオベロン社の支部へ行くんだろ。そんなものはない。ん、ないんだ。鎖国体制の国だって言ったでしょ。ちなみにストレイライス神殿もありませんわ。だったらどうするんだ。私とマリーで様子見がてら聞き込みをしてくるわ。あんたたちはこの辺に隠れてて。二人で大丈夫か。二人だから大丈夫なの。全員でゾロゾロ動いたら目立つでしょ。お、行ってらっしゃい。ルーティーたち遅いな。ティベリウスがモリューを武力制圧したって。モリュー港が封鎖されちまったよ。おかげでこっちは商売上がったりさ。ティベリウスのやつ、よその国から参謀を呼び寄せたそうだな。参謀聞いたよ。グレーンなんとかってやつだろ。おお、クレバムか。静かにせんか。うちの3番目の若がモリューへ向かったって噂もあるが。ただの見物じゃないか。あの人どうしようもない道楽者だしさ。昔は聡明な方だったんだがな。どうやら知りたかった情報が手に入ったようだな。グレバムはここにいないのか。モリュー寮へ行くしかないな。でもどうやって。港が封鎖されては船が使えませんわ。うん。男性2人に女性1人。あなた方が例の助っ人ですね。は？早速モリュー寮へ向かってください。若にも連絡は行っています。あの、誰かと間違ってませんか。いかにも僕たちがその助っ人だ。モリュー寮へはどう行けばいい。海底洞窟を通ってください。入り口は町を出た南にあります。町を出た南。そうか、分かった。洞窟内には地盤の脆いところがあります。注意してください。凶悪なモンスターも生息しています。長居はしませんよ。はい、ありがとうございます。誰かと持ち上がれた感じか。明らかに人違いされてたけど。勝手に向こうが勘違いしただけだ。ただいま。町の人に話聞いてきたわよ。グレバムはモリュー寮にいるみたい。知っている。でね、そのモリュー寮なんだけど武力制圧されちゃったらしいの。うん、もう聞いた。じゃあさ、分かって知ってる？この人が今モリュー寮に。存じておりますわ。ねえマリー、私今無性にバカ野郎って叫びたい気分だが。付き合うぞ。さっさと海底洞窟へ向かうぞ。入り口は町の南だ。町の南。はいはい、
わかりました。さあ、いろいろ補給したいところだね。レンズが天空版だな。電空版なのか。体力が増える。今の石化のやつよりいいのかな。やだやだ、食材屋さん、こっちがやだや。こっちが食材一夜漬け。誰かのヒットポイントが40以下。グラタン、麻痺防止欲しいね。一夜漬けも買っとこうか。状態異常をやっぱり回避したいね。異属性とグラタン変えて麻痺防止して、で誰かのヒットポイントが40以下。ここら辺に入れとこうか。で全員のヒットポイントが70以下のチャーハンを入れといて、いや60以下のオムライス。戦闘中1から 20% っていうのがちょっと怖いね。マフィン入れとこうか。補充する。グレバムは魔竜寮というところにいるようですね。魔竜寮へと渡る方法も見つかってよかったの。よし、よかったよかった。魔竜寮へ向かおう。町の南に洞窟の入り口があるんだよな。
というわけで、そろそろ時間になりましたのでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回は森竜寮に行くために南の洞窟ですね、そっちの方やっていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。